どうもこんにちは、おっさんゲームズです。スーパーマリオメーカー2ストーリーモード、やっていきたいと思います。今日はいよいよ猫クッパとの決戦ですね。参ります。ここはですね、なんていうんですかね、コインをきれいに取ろうとするとだいぶ難しいですよ。まあ負けずに頑張っていきます。予習はある程度やったんですけど、綺麗にコインを取れたのは1回限りですね。それほど難しい。ちょっと目視になるんですけど、ごめんなさい。それほど難しいんですよ。ここにもありますので、余力がある方は取ってみてください。で、猫クッパのお出ましです。ここはもうやり過ごすしかないっす。で、このジャンプ台みたいな敵を、で、ごめんなさい、ふっ、ジャンプして10コインゲット。これで終わんないんだな。あそこの30コインを取りたい。待てど、ちょっと早くキックとどっか行ってくれ。オッケー、おー、取れ、オッケー、取った、よっしゃ。さあ戻ります。この間にクッパ来ないでほしいんですけどね。オッケー、中間です。ここ1アッパー読んで取っておきましょうか。うわー、先進もう。のこのこカーです。行こう。すみません、無口になってしまって申し訳ない。集中してないとダメで。こう最大限に急いでください。ずっと左押しとく。飛ぶ、戻れ、急げ。ここは戻って、さらに加速をつけて進む。でこの敵が現れても焦らず倒して進む。ここまでは比較的簡単ですね。ここからですよ、難しいのは。ここ1アップあるんで、すんなりはいけないと思うな。いや、頑張る、信じる。よし、ここジャンプした方がいいっす。でここですよ、ここからですよ。ほら、すでに当たっちまった。ここ当たるときつい。よし、来た。さて、頼むよ、うまく綺麗に行きたい。ここでキノコをゲットしておかないと厳しいっすね。 OK、 次です。ここ、あー、当たっちゃったけど、まあいい、30コインがゲットできた。さあ、あとは猫クッパ倒すよ。オッケー、倒すよ、来いよ。どこにいるんだい。おい、倒す、まだか、倒すよ。さあどうだ、おい、倒しました。
いけた。で、50コイン取って、ありがとう。最後は綺麗にクリアしたいな。はい、クリアです。ありがとうございます。さあエンディングですね。はい、親方を助けた。はい、ステンドグラスが完成です。やりました。 100% お城完成です。ピーチ姫からまあ、ネタバレなんですけど、お約束のチューがいただけます。これは嬉しい。まあ、犬がスイッチ踏んじゃうかなというところで踏まない。エンドロールです。まあ長くなるんで、編集でカットします。はい、エンドロールのエンドのようですね。サンキュー。はい、ビルダーマリオのヘルメット、ビルダーマリオの服、スーパーハンマーが使えるようになりましたということですね。お城の完成おめでとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、まあ、見事エンディングをお見せすることができたというような状況です。はい、というわけで、まあ次回から違うゲームやるかどうかし、今まだ悩んでいるんですけれども、一旦切りのいいところで、まあ終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。